こんにちは、マヤアリカです。今回はですね、アメリカシャスタ山でのソロキャンプの様子をお届けします。私は車を持っていなかったので、実はこのキャンプロッジに着くまでが本当に大変でした。サンフランシスコのアムトラックの駅からシャスタ山があるダンスミルステーションまでは約7時間の電車の旅です。今電車が到着する8分ぐらい前ですけれども、もうすぐ電車が来るということでホームに移動しています。みんなが移動しているのでそれについていっています。こんな感じ。結構電車9割ぐらい混んでるそうなので、席が取れればいいですけど、なんか自由席みたいです。車内のお手洗いです。たくさんあるので並ばずに使うことができます。ここにスーツケースをしまうことができます。そして私の席が2階です。今朝の5時前ですけれども、まもなくダンスミル駅に到着します。ちょっと椅子で座りながら寝てたので、ほとんど時々起きながらでしたけれども、まあ、そこそこ寝たかなという感じですが、ホテルに移動したらゆっくり休みたいと思います。今今日宿泊するレイクシスキューキャンピングリゾートまで行くウーバーを探しておりますけれども、ちょっと今やっぱり朝5時半ぐらいですので、マッチングできるウーバーがなかなか見つからない状況です。駅に私の他に1人だけ男性がいて、同じように何か車を待っている状態です。今いるダンスミル駅からキャンピングリゾートまでは約車で30分ぐらいみたいです。でウーバーで探したら23ドルっていうことでしたので、まあ、昼間よりはちょっと高くなっておりますけれども、それで移動したら朝の6時過ぎぐらいに着くかなということで、早めに移動したいと思っています。その後明るくなるまで 2,3 時間ウーバーを待ち続けましたが、全然マッチングできなかったので、近くを通りがかった町の人に聞いてみたところ、なんとこの辺りではウーバーは機能していないとのことでした。そしてバスもタクシーもいつ通りがかるかわからない状態だったので、ついに最後の手段に打って出ることにしました。はい、今9時半ですけれども、ようやくレイクシスキューキャンピングリゾートに到着しました。結局ですね、バスもタクシーもウーバーもほとんど機能していないというか走っていない状態でして、で困り果ててそこら辺をうろついてですね、そしてとあるお店を、キャンプ用品かなんかのお店を経営しているご夫婦が車に乗っていたので、そのご夫婦に頼んでみたんですね。で40ドルでこのキャンピングリゾートに連れてってくれないかって言ったところ、心よく受け付けてくれまして、そしてその車に乗せていただいて、まあ半ば払ってますけどヒッチハイクみたいな感じで個人の車でここまで到着することができました。で Google マップで見たら20分ぐらいって書いてあったんですけど、まあ時間はそうかもしれないですけど、かなり遠かったので、最初40ドルっていう風に言ってたんですけれども、結局50ドルお支払いしました。でそれでもやっと来れてよかったなと思いますけれども、マウントシャスターの周辺の観光は自分の車を運転してないとかなり厳しいし高くつくなと思います。ですのでこのような車がない個人旅行はあんまりお勧めできないっていう感じです。はい、でもなんとか今回は到着することができました。そしてですね、3時チェックインってことだったんですけど、時間前にもう準備ができているということで、キャビンの鍵もいただくことができました。で今なんかキャビンに送迎してくれるカートが来るとのことで、それを待っているところです。アメリカ最後の目的地にもなんとか到着できて、まあ疲れ果ててますけど不安心といったところです。そしてここで2泊ほどゆっくりしまして、そしてアメリカを出国する流れとなります。
はい、今やっとの思いでレイクシスキューキャンピングリゾートに到着しました。パチ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 フロントデスクからここまでは車に乗って連れてきていただきました。早速キャビンを使う前にルームツアーをしてみたいと思います。こんな感じの一軒家のキャビンです。そしてここには焚き火台がありますね。薪と材料を持ってくればバーベキューなんかもできそうです。そしてこちらが私のキャビンのプライベートな屋外テーブルです。この景色が素晴らしいですね。ここでお茶するだけでも癒されます。はい、そして今から2泊するキャビンなんですけれども、こんな感じのキャビンに以前から憧れていたので、マウントシャスタのふもとのレイクシスキューという湖のふもとでこんなキャビンに泊まれて本当に夢のようです。はい、じゃあ早速中を見てみましょう。よいしょ、こんな感じの椅子があって、よいしょ、ソファーに布団ですね。上にロフトみたいな感じで2人ぐらい寝られそうですけれども、こちらにも2段ベッドがあるので、多分頑張れば全部で4人ぐらい、4人家族とかお友達ぐらいは泊まれそうな感じです。そしてここにはテレビとか椅子があります。はい、そしてこちらがキッチンです。キッチンペーパーですとかね、あとはまな板ですとか包丁、そしてここにスプーンとかフォークとかいろいろ必要なものが入っていますので、自分で食材を持ってきて料理することもできます。お皿はこの辺ですね。コップ、お皿、そしてこの辺の平皿とかもありますね。こちらコーヒーメーカーで、コーヒーも豆がついてるのですぐ作ることができます。はい、そしてこちらがバスルームです。あ、意外なんですけどちゃんと石鹸とシャンプー、リンスがついていました。2泊なので2セットですね、ちゃんとついてるんですね。びっくりしました。そしてここにコンセントがあって、お手洗いと、こちらがシャワーですね。熱いお湯が出るといいんですけど、多分大丈夫なんじゃないかなと思います。こんな感じのシャワー、そしてタオルもここに十分ありますので助かりますね。はい、こんな感じのお部屋にゆっくり2泊したいと思います。かわいい。もう結構疲れ果ててるのでシャワーでも浴びて休憩しようかと思ったんですけれども、せっかくこんなにいいお天気ですので、ちょっと軽く体力が許す限り周りを散策してみたいと思います。隣のキャビンはこんな感じです。まあ、他のキャビンもちょっとレイアウトは違うそうですけれども、中身は多分似たような感じなのかなと思います。こんな感じに並んでますね。3時チェックインなのでまだ来てないのか、それとも誰もいないのかもしれません。あ、もうあそこに湖が見えてます。すごい綺麗。なんかクマが出るっていうことでしたので、本当にカリフォルニアのイメージ通りの森ですね。あ、湖が見えます。この湖の周りがハイキングトレイルになっていて、自分で散策することができるそうですので、後でハイキングもしてみたいと思います。わあ、綺麗。シャスタさん見えますかね。
何組か自分でテントを張って常にキャンプをしている人たちがいました。自分でカヤックを持ってきている人もいるみたいですね。わーすごい、すごいいいお天気です。あ、これがやっぱりマウントシャスタかな。うわー広い。すごいですね、キャビンから徒歩 2,3 分でこの景色です。ちょっとこちらのロックに行ってみたいと思います。うわーすごい、フィッシングドッグって書いてありましたので釣り道具を持ってきて釣りを楽しむ人もいるのかもしれませんね。鳥がいる。水がすごい澄んでます。海藻があるので緑に見えるみたいですね。誰もいないですね。もっとなんか夏の絵だったのかもしれないですけれども、ビーチで子どもたちが泳いだりしてる写真を見たんですが、誰もいない。ちょっと今から少し歩いてジェネラルストアですね、コンビニみたいなところに行ってみたいと思います。ちょっとお水を買ったり軽食を買ったりしたいなと思ってます。すごい、誰もいないな。やっぱり空いてますね。今日は木曜日で平日ですので、そういうのもあると思いますが、季節的にもまあギリギリな感じで、今10月の初旬ですけれども、11月で雪に閉ざされてしまうので今月いっぱいかな、そんな感じなんですよね。なのでこのキャンプリゾートの営業時間ちょっとテロップで入れておきたいと思いますけれども、年中やってるわけではなくて、冬はここは雪がすごいので営業ができないっていう感じになってます。日本の上高地みたいなイメージですね。春から秋にかけてオープンしているっていう感じです。ここはキャンピングカーで来た人たちが泊まるゾーンなんですけれども、ここにランドリーがあるとのことです。どんな感じなのか見てみましょう。よいしょ、開いてますね。あ、ランドリーやったあった。あ、こんな感じで洗う方と乾燥機もしっかりとついてますね。結構乾燥してるので、なんか普通に乾きそうですけどね。いくらなのかな。2ドルですね。1回2ドルで洗濯ができます。クレジットカードで払う感じです。そして乾かすのはこちらですね。こちらはなんか大きさとかキロ数ですかね。こちらも2ドルっぽいですね。なので洗濯乾燥を合わせて4ドルでできるようです。左手奥に見えてきたのがキャンプサイトです。自分でテントを持ってきて宿泊するスタイルです。確かこのキャンプサイトは1箇所40ドルぐらいだったかなと思うんですけれども、こんな感じで泊まることができます。私のキャビンだと1泊2万円ぐらいしますけれども、こうやってテント、地元の人だったら持ってこれますけどね、私が運んできたら大変なことになってしまうので今回キャビンにしましたけれども、テントでも十分、結構あったかいですしね。夜は冷えるかもしれないですけど、日中は日差しが出れば結構あったかいです。はい、お店とカフェが出てきました。私のキャビンから歩いてだいたい10分かかんないぐらいですかね。森の中を歩いてきました。
お、アイス氷をもらえる感じですかね。焚き火をしたい人のための薪ですね。これ一つで10ドルってことです。かなりごっついですね。これで10ドルって相当安いと思います。相当です。運ぶのも大変。おー怖い、クマ等身大っぽいですけど、ぬいぐるみです。ここがキオスクみたいなところですね。コンビニ、 ATM もありますね。ほんとワンちゃん連れてきたら超いいですね。いいワンちゃん大喜びって感じです。そしてここがピザとかバーベキューとかビールとかワインとかがあるレストランになってます。ここもう空いてるのかな。カフェとかをやってるって言ってましたけどね。ここに夕飯でも食べに来たいと思います。こういうお店は夜の8時までやってるそうです。これは何かな。で、このお店とかレストランがあるゾーンだけ Wi-Fi が使えるっていうことでした。ゲームセンターですね。なぜかここにゲーセン。いやですね、なんか自然の中でゲーセンここに来てまでゲームやりたくないんですけどって感じですね。 UFO キャッチャーとかいろいろありますけど、子供にとっては嬉しいのかもしれませんけどね。せっかくここまで大自然の中に来たのにまさかのゲーセンですね。かわいい壁、クマとかアライグマがキャンプしてます。かわいい。お店の中に入ってきました。こういうカップとかお土産みたいなものも売ってますね。これなんだろう。あ、すごい、シリコンカップ、キャンプ用かなですね。柔らかい。こちらもキャンプ用のタンブラーですね。蓋がついてる。飲み物、もちろんビールも売ってますし、すごいな、巨大シエラネバダ IPA 地ビールですね。すごい。そしてクラッカーとかスナック系、スニッカーズみたいなものも売ってます。チョコレート、はい、アイスクリーム持ってます。ワンちゃんグッズ、すごいですね。キャンプに必要な用品もここで持ってくるのを忘れてしまった人用にあります。子供用のおもちゃ、このロンティーかわいいですね。35ドル、5000円ぐらいですね。結構大きそう、やっぱり。あ、この色も綺麗。これは何のお店でしょうか。バイトソードヒア、あ、閉まってますね。クローズドフォーダシーズン、9月6日以降は閉まってるみたいです。ここは釣り人のためのお手洗いと、そしてこちらが釣った魚を洗うスペースです。調理して洗ってきれいにして持って帰るようです。この水は飲めるのかな。
ここは私のキャビンのちょうど向かいあたりにありますけれども、大人数で泊まる用のキャビンですね。長屋みたいになってます。すごい可愛いマリーナハウス、湖のすぐ目の前のところにあります。今ちょっと誰もいないみたいですので、ちょっと覗いてみましょう。何人ぐらいで泊まれるんだろう、よく見えないですね。家族とかね、2家族ぐらい行けそう、いい感じのキャビンです。じゃあちょっと一周したのでキャビンに戻ってランチ作りたいと思います。なんとこちらのキッチン、お水がすごい美味しいです。シャスタさんの湧き水なのかもしれないですけれども、全くあの都会のような病院みたいな塩素の味がしないんですね。ですのでこの水道の水はこのままここで飲んだりとか調理するのに使ったりとかできそうです。なんかシャスタさんの水っていうだけでもかなりいい感じのエネルギーを吸収できそうな気がします。よいしょ、あーここ最高に気持ちいい。めっちゃ小春日和で、あそこにちょっとだけ木の間からレイクシスキューが見えてます。あ、すっごい綺麗。ランチはもうここでくつろぎながら日本から持ってきたカップラーメン、トムヤムクン味を食べたいと思います。この水は水道水なんですけれども、そこにアセロラの粉を入れてこんな感じでジュースにしました。水がすごい美味しくて飲み放題ってすごい助かりますね。いいですね。なんかこの美味しい水を飲んで数日間過ごすだけで体が入れ替わってデトックスされそうです。シャスタさんのエネルギーをいっぱいここで浴びまくりたいと思います。この世界のカップヌードルシリーズ、これは世界三大スープのトムヤムくんですけれども、なんかいろいろ売ってました。今回は世界のシリーズはこれだけで、あとは味噌とか醤油なんですけれども、よいしょ、こういうのがあるといいですね。あーもう昨日からまともに寝てないのでめっちゃ疲れてます。今からこれ食べたらもうシャワー浴びてゆっくりして、で夕方ちょっとサンセット見たりですね。あと今まで撮りためた動画の編集をしたりとかしてまったり過ごしたいと思います。ここ Wi-Fi もないのでね、あんまり外と連絡取ることもできないので、その分本を読んだりハイキングしたりして過ごします。よし、いただきます。うん、おいしい。あの湯沸かしポットがなかったのでコーヒーポットでお湯だけで沸かしたんですけど、ちゃんと十分あったかい、よかった。これでやっと持ってきたお茶とかも飲めます。あ、嬉しい。お湯があるだけで全然違いますね。かさばるけど持ってきてよかったです。なんかアメリカとかね、ずっとピザとかだと疲れちゃうんでね、時々こういうのが食べたくなるんですよね。今カップラーメンを食べながら眺めている景色はこんな感じです。めっちゃ綺麗。この木立の奥に湖がうっすら見えてます。その後は少しお昼寝をして、午後はテラスで本を読みながらゆっくりと過ごしました。今夕方の6時半になりましたけれども、まだ結構明るいです。で、朝は日差しがすごく強くてですね、結構暑くて乾燥してるっていう感じだったんですけれども、今はだいぶ涼しくなってきました。乾燥は相変わらずですけれどもね、よくニュースでカリフォルニアの山火事とかって言ってますけど、確かになんか日本の山に比べたらかなり湿度が低いので、あの夏とかね、すごく気温が上がったら山火事になりやすいっていうのはすごいわかります。なので私セドナからずっとなんですけど、あのラスベガスとかの砂漠の気候でちょっと喉がやられまして、あのまだ調子が戻ってないんですけれども、ここのカリフォルニアに来たらちょっともうちょっと湿度あるかなと思ってたら、やっぱり乾燥してるっていうことで、あの喉のケアをちょっと気をつけながら過ごしたいと思っています。
今から歩いて10分ぐらいのところにあるレストランでハンバーガーを食べに行きます。ショップとレストランが見えてきました。やってるかな、なんか本当に人が少ないのでね、ちょっと見ていきたいと思います。あれ閉まってるかも。うわー、レストランが閉まってる。なんとレストランは土日祝日ぐらいしかやってなくて、平日は人が少ないので、あのコーヒーとかお茶とかビールとかそういうのは出してたみたいなんですけれども、でも今はそれも閉まってるっていうことで、仕方なくコンビニで食べ物を買ってきました。あと持ってきたカップラーメンがあるので本当に救われました。コンビニでもカップラーメンは売ってましたけれども、食べられる何かがあって本当に良かったなと思います。で、今夕暮れ時のレイクシスキューとシャスタ山が見えるスポットにやってきました。誰か黄昏て座ってますね。見てください、ここお羊座満月です。私お羊座なので特にこの満月はパワフルですね。この映像で見ると結構豆粒ですけど、肉眼で見るとそこそこ大きいです。満月とシャスタさんです。今夜の7時過ぎですけれども、こんな感じで真っ暗です。街灯も何にもないので、本当に夜で歩くんだったら懐中電灯持ってないとかなり厳しかったですね。もうキャビンに着くので大丈夫ですけど、でもここに宿泊してないとあの満月とか湖は見れなかったので、やっぱり来てよかったなと思います。夜はキャビンの中で夕食を済ませた後、ゆっくりと旅の動画の編集をしながら過ごしました。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回は湖の周りのハイキングの様子をお伝えします。それではまた次回の Vlog でお会いしましょう。